まあ、チームライブと対バンはやっぱ少ないイメージあるわ俺も。まあ、チームフェスは少なくてしょうがないよね。もう結局メンバーがいないとできないから、それはもう無理だよ。アクティブユーザーの村すごいらしいじゃん。前回のイベントがなんか12、3万で、でこの前のアフターグローが20何万人いたんでしょ。アクティブがアフターグローで10万違うって、まあ、倍とは言わないけど10万違うってどういうことって話じゃん。12万23万13万22万19万10全然違うじゃん。え待って、この22万ってどのイベントだ。あハロハピか。あーそっか、あのミッシェルのやつだ、奥沢美咲ちゃんだ。あーなるほど。あ結構やっぱイベントのなんかストーリーの内容と結構関わる、もしかしてなんかこう、え顔落ちたクリスマス12万、混合だからかな。イベストの内容関係ないな、あれ混合だったからってのもあるかもしれない。イベント形式もあるかもしれない。あー50年65万、そんないたんだ。65万もいたんだ。いやねマジでね俺思うんだよな、ガルパってなんでこんな維持する力弱えんだろう。さ全然違うね。いや、マジで保つ力ないよな。いやマジで俺ちょっとそれ死活問題だと思うんだけどさ、夏前にやってほしいよね。なんかもう一つわかる俺、あそこも大事だと思うんだけどね。周年終わった後もまだちょっとなんかやりますよみたいな、結局周年終わったらそこで終わりなんですよね。で結局みんなそこで終わっちゃうわけよ。結構俺周年後もう何か仕掛けた方が俺いいと思うんだけど、大型企画は夏なんよね。だから遅くとも6月、あ早くとも6月なんですよね。そう大型企画が夏だから早くとも、まあ、6月なんだよ。ってことは2ヶ月空くんだよ、4月と5月が。でそこ何もやらないわけにはいかないじゃん。で冷めたら結局そう大型企画やろうと思っても多分じゃあまたガルパやろっかなまでに多分ならない気がするんですよ、熱冷めて。いや一回熱冷ましたら結局人って熱上げるの大変じゃん。まあでも6周年次第か。